回調査したのはこちら、エースコックのほっこり気分取り出し4。本場ベトナム仕込みのお米の麺とスープの優しい味わいが魅力のエースコックの取り出し4。つるっと滑らかでお米の風味が香る麺はベトナム仕込み。鶏の出汁をしっかりと効かせながらアクセントに香辛料を加えた食欲をそそるフォースープはコクがあるのに飽きがこない優しい味わいに仕上がっています。作り方は簡単。熱湯で3分茹でて粉末スープと調味油を加えるだけ。トッピングは、今日はですね、サニーレタスとそれから水菜、茹でたもやし、青ネギの小口切り、そしてレモンを加えています。今日はこのレモンをちょっと絞っていただいてみますね。まずはスープを一口。優しい美味しさ。これが4ですね。いただきます。なんといってもこのつるっとした喉越し、これはハマりますね。鶏の旨味が効いた優しい味のスープ、レモンとの相性もバッチリ。これはおすすめ。エースコックほっこり気分取り出し4を10人にプレゼント。締め切りは11月3日木曜日必着です。どしどしご応募くださいね。プレゼントに当選したらあなたもグルメ探偵団の仲間。ぜひ感想をお寄せください。リビング広島の口コミサイト見てみて広島に当選した商品の写真とコメントを投稿してくれた探偵さんには抽選で素敵なプレゼントを差し上げます。詳しくは見てみて広島のサイトを見てみて、そして応募していただくときにもぜひコメントをお寄せください。商品について、リビング広島について、そしてこの動画について何でも結構です。動画の中でご紹介しますね。それでは次回のグルタンをお楽しみに。